ミッション中のカナダアームシャトルリモートマニピュレータシステムとはスペースシャトルに搭載されているロボットアームである。カナダの企業が開発、製造を担当したことからカナダアームとも呼ばれる。シャトルの貨物室から貨物を動かして所定の位置で離すために使われる。浮遊している貨物を掴んで貨物室に入れて固定することもできる。 シャトルの多用途性を支える重要な装備の一つである。1981年11月13日に打ち上げられたシャトルの2回目のミッション STS-2 で初めて使われた。STS-107 でのコロンビア号事故の後、アメリカ航空宇宙局は SRMS に戦察危険作用を延長ブームを装備した。これは熱防護システムの損傷を調べるために、 シャトルの外観を調査する装置を乗せたブームである。将来行われるミッションのすべてで SRMS がこの役割を果たすであろうことが期待されている。SRMS のブームは長さが15メートル、直径は38センチメートル、自由度は6である。重量は410キログラムで、全重量は450キログラムである。SRMS には6つの関節があり、 人間の腕とほぼ同じである。肩は左右と上下、肘は上下、手首は上下と左右と回転ができる。エンドエフェクタは手首の先にあるユニットで実際に物を掴む部分である。2本の軽量ブームの部分は上腕、下腕と呼ばれている。上腕は肩と肘の関節に、下腕は肘と手首の関節に接続されている。SRMS は オービタの貨物室のロンジロンにあるアーム保持機構に取り付けられていて、電力とデータ接続も MPM に位置している。STS-115 でアトランティス号の SRMS が P3、P4 トラスを国際宇宙ステーションのカナダアーム2に渡している宇宙空間では SRMS は29トン以上の質量を配置したり回収したりする能力がある。 しかし地上ではアーム自体の重量を動かすことさえできない。また高精度の操作が要求されるため動作スピードも低く、はためには動いているのかどうかわからないほどである。SRMS は人工衛星を回収、修理、放出したり、船外活動を行う飛行士のための作業台や足場となったり、搭載したテレビカメラで機体や貨物の表面を見て、 調べたりすることもできる。基本的な SRMS の構成は、ロボットアーム、後部飛行デッキにあるディスプレイとコントロールパネルと、回転用、平身用のハンドコントローラ、オービタのコンピュータと接続されているロボットアームのインターフェースからなる。通常、オペレータは、コントローラの隣にある宇宙視覚システムスクリーンを見て、自分の行っている作業を確認することができる。 一人の飛行士が、後部飛行デッキの制御端末から、SRMS を操作し、通常はもう一人の飛行士が、テレビカメラの操作を手伝う。このようにして、後部飛行デッキの窓越しに、あるいは後部飛行デッキにある優先、テレビモニター経由で、SRMS の操作をオペレーターが見ることができる。SRMS の設計、開発、試験、製造は、カナダのスパルエアロスペース社が行った。 メインの制御アルゴリズムは、トロントにあるダイナ君社に下請けに出された。電子インターフェース、サーボアンプ、電力調整器は、モントリオールにあるかエレクトロニクス社が供給した。SRMS のエンドエフェクタは、トロントのディルワース、シーコード、マルアソシエーツ社が担当した。SRMS を、オービタの貨物室に取り付けるシステムの設計、開発、試験、製造は、 ロックウェル・インターナショナル社の宇宙輸送システム部門が行った。STS-116 のディスカバリー号で作動中の SRMS1981 年にコロンビア号による STS-2 で初めて使われて以来、SRMS は50回以上のミッションで使われてきた。チャレンジャー号で最初に使われたのは1983年の STS-7 である。 1985年にはディスカバリー号に搭載されて STS-51C で使われた。チャレンジャー号に搭載された SRMS は1986年のチャレンジャー号爆発事故で喪失した。アトランティス号では STS-27 で、エンデバー号では STS-49 で使われた。カナダアーム2が 国際宇宙ステーションに取り付けられてからは、ステーションの組み立て部材が、SRMS から、カナダアーム2に渡されるようになった。二つのアームが縦に並んだ様子は、メディアから、カナダ人の握手のニックネームが付けられた。コロンビア号事故の以降、打ち上げ時に、耐熱シールドが損傷していないかオブスで調べるために、シャトルの飛行では、必ず、SRMS が使われるようになった。 ありがとうございます。